信託館はこの中だ。やっと答えが得られる。ユティアは厳重に守られてるようだな。近づきすぎだ。それ以上寄るな。なんだ、誰かいるのか。気のせいだ。くだらない策略もこれまで。危害を加えるつもりはない。答えが欲しいんだ。ユティアは神々の聖なる器、答えを求めて世界中から人々がやってくる。だが私の家に押し入る者などいない。直ちにアポロンの無慈悲な怒りが下るだろう。俺は家族を探してるんだ。だがどこへ行っても嘘をつかれるか命を狙われる。あんたのように答えをくれそうな相手は初めてなんだ。言えば私は殺される。
その前に俺が奴らを殺す。力を貸してくれれば傷つけはしない。約束する。わかった。だが質問は手短にな。お前が長居するほど、お互いに危険が増す。コスモスの門徒とは何だ？見通す目だ。だが見られることはない。謎かけはいい。誰が関わってるんだ？知らない。本当だ。仮面と街灯で素性を隠している。なぜ奴らに従う？逆らえるものか。だからあんたは神の予言とやらで人々を騙した。そしてそれで報酬を得てきたんだな。ほとんどの者が尋ねるのは愛や死についてだ。望む言葉を告げてやればいい。だが戦争や政治のことを聞かれたときは、大金を受け取る代わりに連中が吹き込みたいことを話す。幻影の中で俺を見たと言ったな。何を見た？アポロン神殿の地下には秘宝がある。神々だけが知る事柄を明らかにするものだ。山の上のことは何だ？連中はタイゲトスさんから落ちて生き延びたスパルタの子供を血眼になって探し回っている。お前がそうだと秘宝が示した。あんたに正しいことをする機会を与えてやる。奴らの居場所を教えろ。奴らの居場所を教えろ。出なきゃ一緒に来てもらう。アポロン神殿の地下に古い部屋がある。奴らはそこで会合しているはずだ。だが街灯と仮面がなければ中に入ることはできない。街灯と仮面はどこで手に入る？檻に触れて私に会いに来る男がいる。私を十分にねぎらうためにな。デルポイのホラで一番大きな家を手に入れた今も何かにつけて金を持ってくる。まったく君が悪い。なんて名だ？エルペノール。エルペノール？やつも一員か？わからないが、もしそうならお前の必要なものを持っているはずだ。エルペノールは冥府に送った。役に立つかと死体から仮面を奪ってある。アポロンの加護があらんこと。ジュティアに聞いた奴らの情報をヘロドトスに話そう。考えがあるはずだ。それでピュティアと何を話した？コスモスの門徒が俺を狙ってる。だがやられる前にやってやる。奴らはアポロン神殿の秘密の地下室に集まってるらしい。では全て真実だったのか。見事にこの老いぼれを欺いてくれたな。一人始末した。エルペノール、ケファロニアの大嘘つきだ。そいつの仮面と街灯で忍び込める。奴らはアポロン神殿の地下か。ガイアの洞窟の近くだな。そこなら分かると思うぞ。見つけてくれ。そこで会おう。これが秘密の部屋か。繊細とは言えない連中のようだな。なるほど、これが奴らの秘密の部屋か。ずっとここにあったのだな。中に入る。服を預かっててくれるか。武器も置いていった方がいい。奴らがそれを見ていい顔をするとは思えない。どう見える？恐ろしい。よし、真実を突き止めたら私を探してくれ。冷静に行動するんだ。手荒な真似はするな。さてどうかな。
一体誰がこの馬鹿げた服を考えたんだ。遅い、遅すぎる。デイモスがまだでよかったね。すまない、その初めてで。新人かい。ああ、よく来たね。たくさん人がいるな。ああ、みんな我々の同志だ。なるほど。前回の会合からどれだけ進んだか確かめに来てる。集まるのは久しぶりだ。どこから集まるんだ。いろいろさ、海も越えてくる。我々は共同体。ここでは戦争も敵も味方もない。デイモスと言っていたが、一体誰のことなの。すぐにわかる。すぐにね。指導者なのか。本人はそのつもりかもしれないけど、そうじゃない。デイモスは我々の武器だ。複雑だけど重要な役割だよ。羨ましくはないけどね。他の人とも話してこよう。ありがとう。ああ、デイモスが来る前にしな。後で話す機会はないかもよ。コスモスとやり取りした手紙。奴らはギリシア中のあらゆる場所に足場を作ってる。思ってたよりずっと危険な状態だ。奴らの正体を突き止めるにはもっと情報がいる。今は血だけで済んでいるが、デイモスはじきに手を欲しがるかもしれない。さあさあ、捧げるのだ。血脈のものがどう動くか見張り続ける必要がある。血脈。母親、父親、兄、彼女の血族だ。その全員が必要だ。利用するために。そこはデイモスに知られるとまずい。気性の荒さは知っているだろう。あっという間にズタズタにされかねない。ああ、肝に銘じておく。賢明だ。母親を捕まえようとしていることも知られてはならない。どうする気だ。あまり大きな声で話すな。うまく利用するとだけ言っておこう。手に負えない場合は別だが。どこにいるんだ。わからない。だがそう長くはかからないだろう。我々の次の標的だからな。デイモスとは何だ。我々に知るべきことを示してくれる。コスモスのために動く兵器だ。あれほど不安定な人間に個人的なことは打ち明けられない。行かなくては。偉大なる野望に。偉大なる野望に。話を聞け。納得できないわね。おい、意見を聞かせてくれ。見つかりもしない女の捜索に人員を割く必要はない。力を集中させれば当てないは我々のものだ。差し迫った脅威は排除せねば。ペリクレスを潰すべきだ。母親なしでは無理よ。母親なしでは勝機はない。デイモスに聞かれるなよ。
とにかく父親を探すべきだ。母親が誰かは分かってる。父親を探すのは人員の無駄よ。どう思う？英雄の父と母どちらを探すべきだ？父親だ。そうだろ。間違ってるわ。ではこれで失礼する。ちゃんと聞いてるわ。あなたが間違ってる。今は父親を探すべき。この役立たずが処分前の豚のように惨めな奴だ。必ずやる。奴を殺してみせる。行かせてくれ。お前はこういうのを見るのが好きなのか。突っ立ってないで、このバカに少しばかり分からせてやったらどうだ。何をしたんだ。そんなことは問題じゃないだろう。言われた通りにしろ。質問するな。できなかったんだ。でももう平気だ。やれる。芸術家も殺せないくせに執政官を殺せと言われたらどうする気だ。やるさ。ベイディアスを殺してみせる。俺は臆病者がどうなるか教えるんだ。やれ。いや、あんたがやれ。うん。この楽しさが分からんのか。ははは。まあいいだろう。ははは。なめた真似をするやつはこうなるんだ。妙だな。やってみろ。何かを感じる。ピラミッドの方だ。終わったと失せるがいい。欠片で覆われてる。エルペノールのものと同じだ。お前の家に誰かが入るのを見た者がいる。外には衛兵の死体があった。誰と話したのか言わなければその綺麗な顔を砕いてやる。やめて、お願い。彼が無理やり殺されると思ったの。彼だと？何を話した？言わないと殺すぞ。いえ、本当に泣きわめくことになる前にな。何とかしてやりたいが、今姿を現したら何もかも無駄になってしまう。ああ、それで最後だ。準備ができた。それを見るたび呼びかけられ歌いかけられる。力をたたえる歌だ。お前も同じように感じるか。ああ、実に素晴らしい。そうだ、敬意を示すのだ。今や全てが我々のものだ。ヘラが祝福してくださった。私の偉大な戦士は勝利をもたらす。どれほど誇らしいかわかるか。我々の英雄は敵を打ち砕く。ひざまずく糸間も与えずにな。覚えておくがいい。
ルペノールは死んだ。裏切り者がいるようだな。秘宝が全て明らかにするだろう。全ての者が調べを受けることになる。まずはお前だ。行け。次、サンドラ、お前は行け。次お前だ。生きていたか。神殿に人がいた。顔は見えなかった。やつらはヘロドトス、やつらはギリシア全域を支配してる。全てをだ。そうか、思ったよりまずいな。それだけじゃない。やつらには武器がある。それはどんな兵士だ。あんなに恐ろしい奴は見たことがない。そしてそいつは俺の妹なんだ。アテナイに行かねば。アテナイに？母さんを探さないと。俺の服を、槍もだ。もうすぐに槍を。コスモスの門徒は妹のことをデイモスと呼んでる。妹は秘宝を使って俺の記憶を見たんだ。アレクシオス、私が使える人物に手遅れになる前に事態を説明せねばならない。ペリクレスという名は知っているな。デロス同盟を率いてスパルタに戦いを挑んでる将軍だろ。
冷酷な男だと聞いた。同盟は戦いを挑んでなどいない。エリクレスは平和を重んじている。この戦争は我々みんなに降りかかってきた厄災だ。戦争を望まない将軍、信じられんな。そう疑うな。この戦争を終わらせようと尽力しているんだ、我々みんながな。彼を陥れようとする勢力があるなら警告しなければ。さあ行こう。アテナイには行かない。母さんの身に危険が迫ってるんだ。早く探さなければ。君はそれでもレオニダスの槍を携えるものか。エリクレスがこの戦争に終止符を打つことができなければ我々に未来はない。もちろん君の母親にもだ。知ったことか。俺の家族が奴らに命を狙われてるんだぞ。イリシアへの義務があるだろう。私にもある。ペリクレスに伝えねば。母親なんだぞ。俺にどうしろと。君の母親について情報を集められる場所があるとすればそれはアテナイだ。なぜだ。エリクレスの周囲にはアテナイ随一の、すなわち世界随一の賢者が集まっている。家族を守りたいのならアテナイに行くべきだろう。そうだ、出発の前にテルモピライにあるレオニダスの獅子像まで来てくれ。レオニダス、なぜだ。確かめることがある。コスモスを打倒し君の母親を救う助けになるかもしれないこと。あんたのことは信用するが手短に済ませてくれ。まずはテルモピライ、それからアテナイだな。必ずこの手で連中を一人残らず始末してやる。